はい、じゃあ今日は緑園店の商品紹介をします。はい、じゃあ店主お願いします。はい、刺繍のクロスをちょっと紹介したいと思います。刺繍のクロスですね。はい、じゃあちょっとこれ。これはクロスストッチ。クロスストッチね、大きいね。ちょっとでもダメージがあるね。ああ、ヴィンテージなので。ヴィンテージなのでね、ダメージとかはあるけど、でもね、かわいいですよね。こういう感じ。ね。刺繍の。同じクロスステッチでも、またね、裏面とか裏面ね、本当にこうやって手作りしてる感じですよね。かわいいですね。本当に2つとないっていう感じですね。で、やっぱヴィンテージなんでこういうちょっとダメージもあるんですけど、まあでもかわいいですね。他にもじゃあ見せましょうかね。はい。あ、これ国とか見たり、ドイツかな？ドイツですね。ドイツです、これは。ドイツ。はい、こっちはフィンランド。次フィンランド。これもクロスステッチなんだね。かわいいよね、かこわれ。いいね。このステッチね、細かくこの赤の中にもね、ちょっとピンクいのが入ってたりとかしてますね。この辺りもね、細かくちょっと黄色い、ね、黄緑で、周りがちょっと黄色も散りばめて、見えるかな？見えますよね。僕も見えるから。これ綺麗ですね。これはあんまりというかほとんどダメージがない感じですね。これフィンランドですね。これ手でこう、こんな感じでね、手のひら。これはこの手のひらが4分の1サイズで、これ広げるとっていうぐらいのサイズ感ですね。はい。で、これフィンランド。他には？はい。あ、これ大きいですね。これテーブルクロス。サイズを書いてますね。82×81。書いてますね。大きい。ちょっと広げると、広げたところで入らないので、広げますか。あ、この今の、もうこれテーブルの、このね、一般的じゃないかもしれないです。これなんていうんですかね。一人暮らし用のテーブルの、これ今、広げて半分。で、これちょうどいいぐらいだね。この今、そうこのね。黒のテーブルはね。これ今テーブルが、一人暮らし用のテーブルなんですけど、の半分が今、これ全部広げるとちょうどいいぐらい。おい、ちょっと待って。ちょっと今なんか、ちょっとトラブルがありましたね。はい。あ、ちょっと、いいですかね。じゃあ、ちょっとガタンって、なんかちょっと、もう簡単に言うと洗濯物が落ちた。洗濯物が落ちてるんですけど、あ、まあまあ、こういう、ちょっと広げましょうか、ですね。はい。動揺せずにね。もう簡単に言うと風で洗濯物が落ちたっていう音ですね。はい。こんな感じですね。全体広げるとね。かわいいですね、これもね。細かく見るとね、きれい。色のというか、糸の色合いがいいね。ちょっと浅めのやつなんだけどね。こういうところも、お、ちょっと、端っこね、これ入らない。糸を抜いてこういうふうにしてみて。こういうところも糸を抜いて、で、あー、本当だ。こう抜いて、こう。糸を抜いて模様にしてる感じなんだ。おー、すごいでもっすとね、これ。すごいのもあるけどね。もっとすごいのもある。今はない。今ない。はい、ということですね。あと、もうないですかね。以上ですね。とりあえはず。い、とりあえずこの3つのクロスステッチお店の、の方にはもっといっぱい。お店の方にはもっといっぱいあるということですね。じゃあ、バンバンインスタグラムでアップして、こう、来られない方はね、それ見ていただいた方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ、ちょっと今日は3つでしたけど、動画紹介。じゃあ、残りの2つも、ちょっとざっと。ね、かわいいですね。これね、こういう感じ。こうしようかな。はい、こういう感じで3つご紹介しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございはます。い。